きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。ということで今日の動画はですね、あ、どこ行った、あらまあ可愛すぎる、やばい、本当に可愛い、あー可愛いねわかるかな、愛情表現がもうなんか可愛い通り越して、愛おしい通り越して、なんか潰したいとか、もうなんか可愛すぎてもてめえと呼んでいます、てめえくんみたいなということで今日の動画はですね、この前ユニクロの動画をね出したと思うんですけど、すごく大好評で、その時にさ GU どうですかみたいな聞いた時に、もうめっちゃみんながなんかユニクロよりもはや GU の方が需要あるんじゃないかくらい、 GU 出して GU 出してって言ってくれたので、早速その2日後に買いに行きました。久しぶりに行ったら、みたいな、むっち、ねえポポ、GU めちゃめちゃ可愛くて、ちょっとこれから定期的に今回の動画が好評やったら GU も出していきたいなと考えてます。そのやっぱ私の好みで選んじゃったけん、今回のお洋服がね結構ベージュとかブラウン系とかベーシックなカラーがめっちゃ多くなっちゃったから、こんな感じで自分の私物だったり、この前紹介したユニクロのアイテムとかとも合わせながら今回は紹介できたらいいなと思ってます。ということで最後まで見ていただけると嬉しく思います。ではよーい、はい、ということでまず1コーデ目紹介していきたいと思います。なんか最近テンションがさ高いよね、私てな感じで、なになになにてな感じで、うまく喋れるんかもしれんけど、ちょっと多めに見てくださいということで1コーデ目紹介していきたいと思います。はい、1コーデ目はこんな感じです。どうでしょうか、春らしいワントーンコーデにちょっと差し色でね、このピンクのカーディガンを入れてみました。このピンクのカーディガン以外全部 GU で買いました。丈感がめっちゃちょうどよくってすっごく可愛いです。春のデートコーデって感じがしませんか。まあ全然このカーディガンなくてもいいと思うんですけど、まあこうしちゃうとさ結構シンプルになっちゃうじゃないですか、割と。だからピンクを入れたんやけども、もっとシンプルでいいよっていう方はこういうねブラウンとかで合わせても可愛いと思います。値段の割に生地がめちゃめちゃいいです。ちょっとこれ単品でまあ1枚でも着れなくはないけど、中に何か着るものとして合わせたらすっごいいい、割となんかずっと着れそうだなと思ってこれを買ってみました。いやしかもさ、みんなにさコメントでいただいたのが、 GU はユニクロと違ってなんか小物とかあのバッグとか靴とかたくさんあるけん、よかったら紹介してくださいって言って言われたので、めっちゃ可愛いやつ買ったよ、見て。ちょっとベージュまでいかんけど、アイボリーっぽいカラーなのがすっごくお洋服に馴染んで使いやすいと思って買いました。多分これも新作で今出てるやつだと思います。見て、このショルダーもいけちゃうよっていう、こうもいけちゃうタイプのカバン、それぞれチャックがここまで開くんよ。だから中がもうガバーみたいな、もうカバオくんが大きいな悪用したくらいのバカでけえ開きバーンみたいな。物を買いたいなと思う方、このカバンめっちゃ可愛いから買ってみてください。はい、ということで続きましては2コーデ目です。ちょっと待って、本当にやばいです。あ、待って、ちょっと待って、わかるかな、このブラウスが本当に本当に可愛かったです。はい、ということで全身はこんな感じです。こんな感じ、じゃん。私にしては珍しい大きい襟のついたこのブラウスを買ってみました。ちなみにこのパンツも GU です。これがなんかさ、私昨日大型店に行ったんですけど、大型店限定先行販売みたいな書いてたけど、もしかしたら売ってないか、これを出してる時にはもう売ってるかもしれないんやけど、このパンツがめっちゃいい、めっちゃいい身長的には多分 S サイズ買うのがいいと思うんやけど、もうあまりにもこのさお尻ここがやべえから M を買ってみました。そしたらちょうどよかった。やっぱ春ってさ上半身を明るく見せたいなって私は思うから、こういう明るめのカラーにベージュコーデってすごい可愛いからベージュを買ってみました。でこのパンツがかなりハイウエストになってるからめっちゃスタイルアップして見えると思います。やばい、ちょっと待って。でさ、あのさやばいね、このコーデ本当に可愛いと私は思うんやけども、カバンは前回ユニクロの購入品で買ったものなんやけど、カバンの紹介をし忘れてたから代わりにここでちょっとさせてもらいます。これユニクロの新作ですごくちょうどいい形でめっちゃ可愛かったし、どんなものでも合わせやすいし、ちょっと私は長かったからこんな感じで結んであげて、今はこれとさっきの靴を合わせてます。うん、こんな感じです。このブラウスさんを見ていただきたい。見てください、このブラウスめっちゃ可愛い。なんか私がどうしてもこの肩幅がひれいことによって、こう大きい襟とか上半身にボリュームを持ってくるものが私は苦手だったんですけど、この襟がなんか中途半端な大きさでもなく、しっかりと肩のここまで追ってくれるような大きめの襟になってるから、インした時も強調されて可愛いと思うし、デザイン性がめっちゃ可愛くて、ここと分かるこの袖のボリュームのバランスがめちゃめちゃ可愛い。
可愛い。多分ね、さっき紹介したこのワンピースと合わせてもきっと可愛いと思います。待って、合わせてみるわ。絶対可愛いけん、ちょっと合わせてみます。どうやらこんな感じです。うん、すごく合うと思います。やけん、ブラウス単品で着るのがうんって思う方とかは、こういうワンピース合わせとかもすごく可愛いと思います。じゃあ3コーデ目いきます。じゃん、ということで3コーデ目はこんな感じです。これもめちゃめちゃ可愛いのでちょっと紹介します。なんか可愛くない？なんかさ、こうした時のさ、このあたりがめちゃめちゃ可愛くない？これ、なんかはみたいな、あ、はい、ありがとうございますみたいな言った時のこのあたりがすごい可愛いのでおすすめなんですけれども、全身マットで紹介するんですけど、まずトップスを見ていただきたい。可愛くない？これもなんか、これはニットなんですけど、割とね、薄手のニット、めっちゃ暑いって感じでもないから、まあ、春先まで使えるかなっていう感じで買いました。ちょっとじゃあコーデ紹介します。はい、ということでコーデはこんな感じです。じゃーん、これも大好きなコーデです。ボーダーがメインなんやけども、襟がついてることによってちょっと華やかなコーデにしてみました。袖をまくってるのもワンポイントで、こうするとなんかちょっと重たくないですか？言ってもね、このプリーツスカートもすごい使いやすいんやけど、まあ、若干広がりがあるわけで、私はここに袖をまくって、なんていうの、バランスをよく、このスニーカーは ZOZO で買いました。これも使いやすくてすっげーおすすめです。このカバンはユニクロでこの前出したやつです。多分このスカートも新作っぽい。この前紹介したユニクロの時は黒いね、細めのプリーツスカート紹介したんですけど、この GU のやつも中にちゃんと裏地もついてるし、ピアになってる感じが春っぽくてすごい可愛いなと思って買いました。お洋服がどっちもボリュームがあるから、こんな感じで髪の毛を結んでもすごくバランスが良くなるかなとは思います。この付け襟自体もこんな感じ、取り外し可能なので、シンプルにこれだけでもすっごい可愛いと思います。この付け襟自体もどんなものにも合わせれるから、普通に自分が持ってる緩いトレーナーとかスウェットとかにも合わせられるし、ワンピースにも合わせられるし、万能アイテムで1個買いました。しかもこのアクセも買ってみた。可愛くね？これはちょっと後で使うんやけど、こういう、見えるかな、こういうカメリンもつけたら可愛いなと思います。じゃあ4コーデ目いきます。じゃん、続いてはこんな感じです。待って、このトップスめっちゃ可愛い。着てみたらめっちゃ可愛かった。ちょっとお待ちよ。じゃーん、さっきとスカートは同じです。こんな感じ。はーい、はーいじゃないわ。どうでしょうか、めっちゃ可愛い。さっきのスカートとすごく相性がいいし、で、私ここが開くと結構首とかいうか、こう肩周りがごちいからさ、ごっついからさ、ごっちいからさ、分厚く見えるんよ、ここがめちゃめちゃ。やけん、ピタッとしたタートルを入れてあげるとワンポイントになるし、こういう寒い時期にもまだ使えるかなと思います。こんな感じのトップスでした。ちなみにね、これもボタンが取れるから、待ってね、この下普通に下着やけん、もしかしたら見せるんかもしれんけれども、見せちゃおうと。これ今の私の服は別として、こういうほら透けてないタートルとかとボタンを外して普通にこういうカーディガンとしても着れるかなと思います。はい、じゃあ続きましてはオーバーオールコーデになります。その前ね、ちょっと小物を紹介します。じゃん、さっき紹介したこれをねつけていきたいと思います。このヘアクリップがめっちゃ可愛いのと、多分すっげー使えると思って買いました。これをグイグイグイって上げて、ちょっと後ろ見えるかな、こんな感じでアレンジをね簡単にしたりします。めっちゃ可愛くない？うん、すごく可愛いと思います。ちょっとじゃあこの部屋で紹介します。はい、ということでコーデはこんな感じです。どうでしょうか。じゃーん、じゃん、オーバーオールです。こんな感じ。オーバーオールはすごくカジュアルなイメージがあると思うんやけども、こういうさ、ちょっとフリッとしたブラウスで合わせたりとか、ここをねパンプスとかで合わせるとカジュアルすぎず、割と綺麗めにこんな感じで着れたりもします。で、ちょっと今回は甘くするためにフリフリのブラウスとクリップで合わせてみたんですけれども、合わせ方によってオーバーオールはすごくいろんな雰囲気になれて可愛いです。小物ちょっと黒合わせてやってみたいと思います。もう今黒いバッグがこれしかないの、お家に。じゃん、小物黒合わせはこんな感じです。どうしてもオーバーオールが子供っぽくなっちゃったり、幼って思う方は小物を黒にしてみるとバランスが取れて可愛いと思います。ブラウスはこんな感じです。これも新作で、さっき紹介した黄色よりは襟の部分は小さめ
で、なんやろ、なんか本当にただ私の個人的なあれなんやけど、白いブラウスを着ると顔色がね、ここからこう光がパッと上がった感じで明るく見えるんですね。うん、せっかく顔が明るく綺麗に見えるときはおでこを上げてあげて、結構すっきりしたこんな感じのコーデがおすすめかなと思います。じゃあ最後は今日紹介しきれんかった小物とか、一個めっちゃ可愛いパジャマも買ったので、そのパジャマも紹介していきたいと思います。じゃあはい、ということで最後 GU のパジャマを買ってみました。このシンプルなこのベージュが可愛いなと思って買いました。しかも見て、めっちゃ可愛くない？このさ、これプラザで買ったんやけど、シュヌーピー、これがあったかすぎて足汗かく系の、足が臭い系の人はもう絶対臭くなるよみたいなくらいめちゃくちゃあったかい。それとこれは前ファンの子がくれたピンです。もうこのまま寝たいです。で、何を買ったかというと、じゃんじゃん、色違いで2個買ってみました。待って、これね、これ多分2連で使うこういうセットのやつで、いや可愛いと思って、しかもちょうど今私さ、そのスタイルブックの撮影に行ってるから、こういうの使えそうと思って、ちょっとこれは違うね。しかも何やろ、カチューシャがねやっぱ苦手な人もきっといるし、子供っぽくなるから苦手みたいな人いると思うんやけど、ちょっとこういう細めのカチューシャは割と使いやすいと思います。で、今のがでも甘いなって思う人はこっちもあったの。これ可愛すぎて即決、多分こっちの方がみんな使いやすいんじゃないかな。これとこれ、うん、さりげなくて落ち着いたカラーだから、ワンピースと合わせたりとかシンプルコーデに合わせるとめっちゃ可愛いと思う。これはあと最後買ったのがじゃん、イヤーカフ、これを買いました。プライベートで普通に使っていこうと思います。はい、てな感じで今日の動画はどうでしたでしょうか。2週に続けてユニクロと GU の動画を撮ってみたんですけれども、どっちもねやっぱ可愛いね。うわぁ今日ダメだ、マジで何も喋れない。てな感じでちょっとね、もしかしたらこう髪色が今すごい明るいね、ハイトーンになってるので、髪色暗い人からしたら参考にならねえって思うかもしれないんですけど、今夕方の4時半なんやけど、6時からちょっと髪を暗くしてきます。スタイルブックの撮影を今ちょうどやってるんやけど、コスメと服っていうテーマでやってて、いろんなメイクとかいろんなお洋服に合わせたメイクとか、メイクに合わせたコーデとかいろいろ紹介してるんですけど、その中で私みたいに髪明るい人もおれば暗い人もたくさんおるよなっていう中で、じゃあどっちも紹介しようってことで、第1弾の撮影ではこういうハイトーンで撮って、で今日髪を暗くして、明後日からまた撮影が始まるんですけれども、今この動画が上がる前に上がった動画が暗いやつだと思う、もうすでに。はい、ということで今回想像以上に GU が良すぎて、ちょっと私はこれから定期的に GU の企画もやっていこうとちょっと決めました。なんかユニクロはとにかくデザイン性もシンプルなものが多いし、カラーもシンプルなものが多いんやけど、生地がすごく良かったりトレンド関係なく長く使えるなってイメージがあります。 GU はとにかく安くて今のトレンドをね捉えてるアイテムが多いなって感じました。でカラーバリエーションもユニクロに比べていろんな色があったりとか、ユニクロはやっぱ GU の方が若い世代に人気なんかなと思いました。てな感じでもう今日は何もないので終わりたいと思います。で、私 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、皆さんよかったらフォローをよろしくお願いいたします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。皆さん、せーの、バイバーイ。